再び出会うことなど私は望んでいなかったのに、敵討ちに向かう気持ちなどすっかり薄れてしまっていたのに、なぜあなたは私の前に姿を見せた。知らなければ、何も知らなければ平和な日々を過ごすことができたのに。知ってしまった以上、平然と毎日を生きることなどできない。私の体にはこんなにもどうしようもなく憎しみが染みついているんだな。こんな時間に女が一人歩きかい？金目のもの持ってそうだな。素直に渡せば命までは取らないぜ。素直に金品を渡していれば命散らすこともなかった。それ以上口を開かずに引け。私はお前のような人間が嫌いだ。それで脅してるつもりか？今の私は機嫌が悪い。命の保証はしないぞ。悪かった。俺が間違ってた。はじめに忠告したはずだ。待てね、命だけは。やめてくれ。命だけは助けてくれ。なんだこれ。やめろ。来るな。お前は目障りだ。俺が悪かった。だから。本当に目障りなやつだ。やめろ。なぜ止めた。殺す必要はないだろう。金銭目当てに人を襲う輩だ。同情の余地はない。殺されて当然だと言いたいのか。違うのか。クロエさん、お前おかしいぞ。話を聞いてなかったり、あんな雑魚にイラついたり。原因はオルコットさんだろ。気がつかないとでも思ったか。お前は誰よりも早く剣を抜いた。それは魔物がいたからじゃない。オルコットさんを斬ろうとしたからだ。本当なんですか？入れ墨なら俺も見た。あの入れ墨が両親の敵の証か。こんな日が来るなら、クリッチに話すんじゃなかった。クロエ、一人で抱え込みやがって。お兄ちゃん、クロエさんは？クロエは両親の敵討ちをするために遺跡船にやってきたんだ。そうだったんだ。お互いの事情を知った今、私たちはもっと協力し合えるはずだ。お兄ちゃん？クロエが前に言った言葉だ。話さなければよかったなんて、そんな風に思われてたまるか。うん、そうだね。仲間と協力することの意味を俺はクロエたちに教えられたんだからな。お兄ちゃん、起きて。もう少し寝かせてくれ。クーリッチ、起きろ。セノジ、朝じゃ。うるさい。セネル君、朝よ。セネル、朝だ。いい加減に目を覚まさんか。断る。セネルちゃん、朝よ。起きてお姉さんといいことしましょう。起きろー。うわー。
なんだ、ノーマか。なんだとはなんだ。ほら、さっさと起きる。のんびりしてる場合じゃないよ。とにかく病院。エルザの身に何か。無理が体に応えたみたいで、体調がすんごく悪いの。わかった、すぐに行こう。せねせね連れてきたよ。エルザの容体はかなり悪いらしい。普段飲んでいる薬ではもう間に合わない。今のエルザの体力では病気を抑えるのは不可能だ。どうすりゃいいのよ。病気を根源から断つ必要がある。そのための薬は用意できるんですか。調合することは可能だが、まだ材料が足りない。最近は魔物の凶暴化もあってなかなか取りに行けないでいる。必要なものを教えてくれ。私が取りに行く。俺たちも一緒に行くぞ。しかしそれでは君たちを危険な目に遭わせることになる。俺たちの心配はいい。今はエルザのことだけ考えるべきだ。ありがとう。必要な材料は蜘蛛の繭と帰らず草の2つだ。どこに行けば手に入るんだ。地のモニュメントにいる蜘蛛には繭を作る習性がある。ウィル、わかるか。わかるにはわかるが、数の少ない魔物だ。帰らず草はその名が示すように帰らずの森にある。二手に分かれよう。俺たちは地のモニュメントで蜘蛛の繭を探す。ならば帰らず草は私が取りに行こう。エルザさんのそばにいてあげなくていいんですか。状況は切迫している。やむを得ん。俺たちも急ごう。みんなに声かけなくちゃね。ほら、あの子よ、あの子。バレンスケの現当主。本当に子供なんだな。バレンスケは大丈夫なのか。俺ならあの家には使いたくない。そんなこと言ったらかわいそうよ。頑張ってるんだから。ほら、背伸びしてるのがなんだかかわいらしいじゃない。まるでおままごとじゃないか。バレンスケのお取り潰しが決まったそうですよ。所詮、子供の当主ではな。こうなると思っていたよ。歴史あるバレンス家も幕切れはあっけないものですわね。私のせいじゃない。私は頑張ってきたもの。みんなうるさい。みんなうるさいよ。父様が死んだのも母様が死んだのも私のせいじゃない。全部全部あいつが悪い。あの男が全てを奪った。許さない、許さない。私は許さない。こんな思いをさせたあの男を私は絶対に許さない。あの日私は決めたんだ。憎しみを心に刻みつけたんだ。くじけぬように、忘れぬように。けど私は殺したいわけじゃない。誰かを悲しませたいわけじゃない。クロエ、ちゃんと聞こえている。私は大丈夫だ。説得力がないぞ。今はエルザの病気を治すことだけを考えてやらないか。
クーリッチ、エルザのこと助けたいだろう。当然だ。何としても病気を治してやりたい。それでいい。早くみんなに追いつこう。ウィルチ、目的の魔物ってどんなやつ？ダンダラチュラの亜種で、数が少ない珍しい魔物だ。凶暴な性格なんですか？いや、比較的おとなしい。こちらから手を出さない限り、襲っても来ないはずだ。温厚な魔物ちゃんなのね。モーゼスさんに、ノーマさん、魔物を刺激しないでくださいよ。モーゼと一緒にするな！シャオモンズルと一緒にするな！人前に出てこないなら奥まで行く必要があるな。早く探し出してエルザの元に戻ろう。うどうしてパン？それを俺たちに聞き返すからだ。
った王子様、どこにいるんだか。そんな奴はいない。全然いないじゃないさ。ビルチ、どういうこと？数が少ないと言っておいただろう。もっと奥まで行かないとダメなのかもしれませんね。そこらにおる蜘蛛の繭で代用できんのか？モーゼスさんってつくづくバカですね。よし、チームをとりあえず殴らせろ。毎度のことながら、お前たちは黙っていろ。なんで僕まで。こんな時はあの手で行くしかないわね。どの手ですか？キートン、野生の花で魔物を探すのよ。ギートならいませんけど。ちょっとモースケ、これどういうこと？いないならいないって最初に言っておいてよね。ワイのせいじゃなかろう。ギートは一緒じゃないんですか？シャボン娘にこき使われるのはかわいそうじゃからの、置いてきたわ。今頃オルコットちゃんは帰らずの森かしらね。オルコットちゃん、クロエちゃん、怖い顔してどうかしたの？モースケがふざけてるから怒ってるんでしょ？あ、うん、聞いてる。嘘くさ。エルザのことが心配で心ここにあらずなのかもしれん。だったらちゃっちゃと眉を見つけないとね。今はエルザのことだけを考えるんだ。そう決めたじゃないか。決めたのに、どうしても別のことを考えてしまう。私はいつもそうだ。お嬢様、本当によろしいのですか？いい。このようにお美しい髪を。いいと言っている。申し訳ありません。決意なされているのでしたね。私は騎士になる。バレンス家にふさわしい騎士に。はい、お嬢様。父様と母様の無念を私が必ず晴らしてみせる。お嬢様なら必ずや成し遂げると信じております。それでは切ります。こんなにも明確に自分の気持ちを覚えてる憎しみはここにあるんだ。くー、来ないと置いてくよ。ああ、そうだ。間違いない。間違いないんだな。
なんだかご機嫌ナナメさんみたいね。温厚な性格だったはずでは。売られた喧嘩なら買うまでじゃ。ひゃおだーもーバカ山賊、ますます怒らせてどうすんの。もう手がつけられません。モーゼスさんのせいで黒い霧が。霧はワイの火じゃなかろう。あっちゃー、丸っこくなったよ。モーゼスさんのせいで。違うわ。くそ。頑張ってよ。お姉さんチアダンスに入っちゃうよ。神風船アクアレーザー瞬現象拳ブーイングダンス。何か狙ってるわね。瞬現象拳頑張ってよ。邪魔されそうです。リザレクション魔人拳勝負神風船ブリザード。お姉さんと遊びたい。お姉さんと遊びたくイラクション現象拳。なんか来るよ。何するつもりなんだろう。頑張ってよ。魔人拳そうチアダンス頑張ろうよ。シュー小笠原頑張ってよ。タイダルワールドシュー現象拳ブラッティハーリングリザレクション。何か狙ってるわね。四国の城に光る宝器星を拳の果てに我の地を選ぶ瞬現象拳シューティングスター。早急を夢見るものよ。魔人拳そう瞬小笠原トラッタービー。何か狙ってるわね。魔人拳そうだ頑張って。ブリザード魔人拳そうだ。何をチアダンス勝負チップ頑張ってよ。漆黒の空に光りすリザレクション。その気持ちを旅路の後に我の地を選べ。頑張ってよ。何してるシューティングかしら。グーネーさん戦闘中なんだけど。シュー現象リザレクション。何をするつもりだ。何時が代行者と認めるのか。ミリリアンドラゴン頑張ってよ。神風船シュー。青き地上の覇者よ。前科となりと役を飲み込む。リザレクションやられっぱなしとは。頑張ってメールしよ。何をするつもりだ。リザレクションありがとうございます。インディグネーションアクアレーザーボルトアロー魔人拳勝負チンプーセン。待ってよ。我の審判ここに呼び覚ます。タイダルワールド魔人拳勝負チンプーセン。リザレクション魔人拳勝負ゴッドプレス。邪魔されてよ。こっちこっち近づいて戦うのは危険だ。勝負現象拳戦果となると役を飲み込め。映像何時が対抗者に認めるのか。頑張ってよ。何をするつもりだ。タイダルワールド。あら何してたのかしら。リザレクション。あら何してたのかしら。映像中を守るじゃん。少し力を抑えるか。頑張ってよ。映像何しいつもの頑張ってよ。援護しますとげるか。展開の審判リザレクション。本当に何か狙ってるわ。力を抑えるか。キュアありがとう。ダメゴッドプレス。映像中を守ってました。何するつもりなんだろう。国民を目指し揺らげブーイングある。女解放への鎖を打ち込め。頑張ってよ。ネガティブブレード魔人拳リザレクション。やられっぱなしとはつい
間の境を見失いし、少し力を抑え、少し力を抑えるか。何か狙ってるわね。トラクタービーム、いただき。私たちの勝ちですね。黒い霧ですか。雲の眉が手に入ったぞ。霧のことも気になるが、今はエルザを優先しよう。急いで町に戻るぞ。で病院に行きましょう。みんな遅いよ。オルコットさんは戻ってるか。ううん、まだ帰ってきてない。そうだ、手紙預かったの。オルコットさんからか。うん、パパに渡してくれって。こっちの手紙はクロエにだって。私に？これはエルザの治療薬の調合方法か。どうしてそんなものを。ああ、クーってば。どうして手紙握りつぶすの。今はエルザさんのことを考えましょう。薬の調合方法は分かっても材料が揃わないんじゃね。体力だけでもブレスで回復できんかな。その手がありましたね。モーゼスちゃん冴えてるわね。お姉さん感心しちゃったわ。嬉しかったみたい。すごく嬉しかったみたいですね。早速ブレスを試してみよう。シャーリー頼む。はい。効果があればいいんだが。呼吸が落ち着いたな。この程度では気休めにもならんか。アリエット、ノーマを呼んでこい。あいつにもいろいろと手伝わせる。わかったわ。早く薬を飲ませてやりたいな。明日の朝まで待って、オルコットさんが戻らなかったなら俺たちも帰らずの森へ行こう。エルザ。おい、どこへ行く。エルザを止めなかったことに責任を感じているんだろう。ク
クロエが受け取った手紙、何が書いてあったんだろうな。手紙を握りつぶした手が痛いくらいに震えていた。何か無茶をやらかす気がしてならない。思い過ごしならいいんだが。お兄ちゃん、ここは私たちに任せて。クロエさんを探して。シャーリー、なんて声をかければいいか私にはわからないから。お兄ちゃんなら大丈夫だよね。ああ、任せてくれ。私たちは治療を続けましょう。そうだな。セネル、クロエを頼んだぞ。この呪縛を断ち切らなければ私は前に進むことができない。だがなぜあなたなんだ。私はどうすればいい。どうすればいい。これは私？悩む必要なんてないじゃない。思い出してごらん。思い出す。私から全てを奪ったのは誰？父様と母様を殺したのは誰？オルコット殿だ。私が剣を握ったのはどうして？手がボロボロになるまで剣を振るったのはどうして？父と母の無念を晴らすためだ。私は一人ぼっちになった。あの寂しかった日々を思い出して。広い部屋に一人でいたのをよく思い出して。バレンスの家を守ろうと努力しても誰も私を助けてくれなかったよね。辛いのを我慢して、寂しいのを我慢して、泣くことも許されなかったよね。ああ、そうだった。それは全部誰のせいなの？オルコットだ。ほら、答えは出てるよ。そうだな。クロエがどこへ行ったか知らないか？どこ駆け回っていたんですか？こんな時にはしゃがないでくださいよ。ゼボーにゃ分からんだろうな。ワイが今どれだけ幸せなんか。何勝ち誇った言い方してるんです。ムカつきますね。モーゼス、クロエを見なかったか？クッチャンなら墓場の方へ行くのを見たぞ。墓場か、助かる。モーゼスちゃん、お手柄ね。よっ！